すぐ世界が終わるとしたらどうする？多分何もしない。いつも通りの生活を続ける。そうだよね。悦子さん家に泊めてもらってもいいですか？どうして？どうしたの？この間の子、ちょっと精神的に不安定みたいなんだ。私のこと分かる？本当に家族という概念が根こそぎ失われてるようなんです。実は似たような症状が何件も報告されてるんです。世界中で誰かがそれを集めてるんでしょうか？概念を？プライドはありますから。もらいます。侵略が始まるんですか？人間の概念を集めてますよね。ああどうだろう、決めるのは僕じゃないし。悦子さんはどうしてそんなにまでして山際君のことを救おうとするんですか？彼のことが好きだから。好き？その愛ってやつ。心配ない、私が守る。